まあ皆さん、先ほどのリラの件ではありがとうございました。さぞ驚かれたことでしょうね。うん、さすがに驚いちゃったわ。でも最後は丸く収まったし、お手伝いできてよかったかな。ええ、本当に助かりましたわ。今回も最後の最後までお使い立てしてしまいましたわね。バレリア湖畔に行かれたらどうぞゆっくりお休みになって。そうさせてもらうわ。言われるまでもなくリラックスさせてもらうさ。ええ、楽しんでらしてね。それでは良い休日を。しばらくの間ですが、休むのも仕事の。皆様はこれから。それでは。Wait, that dropped an HP 4? Wow. I think she's the fisher lady from the capital. I think. Is it locked? Oh! Hey, it's Kevin! ようやく来たみたいやね。あれ?
どうしてケビンさんがこんなところにいるわけ？いやー、それには海よりも深い事情があってやね。ここに来る途中、街道で出くわしたのよ。で、ついでに宿まで来てもらったわけ。街道の途中って、どうしてそんなところで出会うの？はっきり言うてしまうと、目的は琥珀の塔の調査でな。実は俺、ロレントでエステルちゃんたちと別れてから一通りシリンの塔を調べてたんや。シリンの塔？ということは他の3つの塔も調べたんですか？ま、そういうことですわ。おかげでこっちの竜騒ぎが完全にノータッチになってしもて、ここらで情報交換をしようと、そう思って参上した次第なんや。それは構わないけど、それじゃあ早速ここで情報交換をする？ああ、できれば夕食の時がええかな。その方がお互い落ち着いて話をできるんとちゃう？あ、それもそうね。で、ケビンさんもここに泊まるつもりなわけ？聞けばここって割と有名な宿やそうやんか。せっかくやから俺もエステルちゃんたちの休暇にご相伴させてもらおうと思ってな。いきなりね。でもまあ、ケビンさんには何度もお世話になってるし、みんなどうかな？ああ、いいんじゃねえのか。うん、確かにこの辺りで借りを返しておきたいところね。私も賛成です。僕も依存はないよ。これも何かの縁でしょうし。ま、せっかくだから楽しくやろうじゃないか。おおきに。お礼と言ってはないやけど、まだ用があるなら付き合うで。思う存分こき使ってくれや。そうね、せっかくだけど私たちもそろそろ荷物を置いて休みたいかも。なや、そうなんか。残念やな、せっかく体でご奉仕できると思ったのに。まったくもう、調子いいんだから。よし、それじゃあ部屋に案内してもらうか。本日は当館をご利用いただき誠にありがとうございました。早速お部屋のご案内をさせていただきますね。うん、お願いします。まずこちらが女性の方々のお部屋になります。わー、落ち着いた雰囲気の素敵なお部屋ですね。ここ私たちが前に通された部屋だったわね。空賊アジトに潜入して結局泊まれなかったけど。そうでしたわね。ちなみに僕はベッドで一休みしたけどね。あれは知らねえに酔いつぶされただけでしょうが。今回は思う存分堪能させてもらいましょうか。こちらが男性の方々に使っていただくお部屋ですが、二人部屋ですので隣の部屋と合わせてお使いください。ああ、俺は飛び入りですから、皆さんの都合優先で結構ですわ。どうする？俺も別にどうでもいいぜ。ならば僕とアガット君を同室にしてもらおうかな。ちょっと待て、なんで脈絡もなく俺を指名しやがるんだ？決まってるじゃないか。あの夜、村に残った君とティータ君の間にどんなことがあったのか、一部始終、懇切丁寧に教えてもらおうと思ってね。ほえ？なんて悪趣味なやつ。Try not to murder him. まあ、私も少し興味があったりするけどね。でも、ただお話ししただけだよ。
そのお話っていうのが大事だったりするのよね。こちらも寝る前にじっくりと聞かせてもらっちゃおうかな。もう二人とも、あんまりからかったらティータちゃんがかわいそうですよ。そういうわけで、ジンさんとケビン神父は隣の部屋に泊まってもらいたい。ああ、俺は構わんぞ。いやー、何やら楽しそうですから、全面的に賛成させてもらいますわ。それでは隣の部屋にもご案内させていただきますね。こら、妙なところで話を聞んじゃねえ。なるほど、ごっついことがあったもんや。まさか伝説の古代竜がリベールに生息してたとはな。しかも輝く輪について警告してどこかに飛び去ったときたか。うん、いろいろありすぎて頭が処理しきれない感じかも。どうして竜が輝く輪について口を閉ざしたのかもわからないし。実は教会の聖典にこんな一節が存在してな。司法を授けし女神、聖獣を使わして人の子らの行く末を見届けさせん。司法に聖獣、それぞれ輝く輪と竜に相当しそうですね。しかも見届けさせるという文句がポイントかもしれないね。ただ見守るだけで手助けをしてくれるわけじゃないらしい。ケチくせえ話だぜ。いずれにせよ、これで輝く輪が実在する可能性はかなり高くなった。俺が調べたことと合わせると、いろいろと推測できると思うんやけど。ケビンさんが調べたことって、シリンの塔についてよね。何か分かったことでもあるの？まあな。四つの塔の頂上にある、用途不明の古代装置やけど。あれが今、光が灯って動いとるんは知っとるか？うん、私たちもこの目で確かめたけど、それが輝く輪とどういう関係があるわけ？これはあのユリア大尉から教えてもろうたんやけど、城の封印区画の採用で巨大な機械の化け物が現れる直前に妙な出来事があったそうやな。うん、確かゴスペルが使われた直後、遺跡の照明が全部消えちゃって、その後警告の声が聞こえてから周りの柱が下に降りたのよね。警告の内容は第一結界の消滅とデバイスタワーの起動だったわね。そうそう、それです。で、目撃情報とかも合わせて調査した結果分かったんが、4つの塔で装置が動き始めたのがまさに封印区画でゴスペルが使われた時間っちゅうことですわ。あ、んですって？それじゃあ警告にあったデバイスタワーの起動って、シリンの塔の屋上にある装置の起動を意味していたわけだ。ええ、それ以外には考えられへんと思います。うん、状況を整理すると、グランセル城の地下遺跡には第一結界なるものを作り出す機能が備わっていた。だが大佐にゴスペルが使われてしまったことによって第一結界は消滅してしまった。そしてその代わりにデバイスタワーが起動した。
ひょっとしたら第二結界と呼ばれるようなものを発生させるためかもしれません。第二結界第一があれば第二があるのも道理だな。問題はその結界ってのがどういう代物かってことだが、それなんやけど、多分輝く輪の在りかを隠しておくような代物やと思う。そっか、輝く輪は封印区画には存在しなかった。このリベールのどこかに隠されてるって話だったわね。そういうこと。そして仮に結社の目的が連中の実験とやらも、その目的を遂行するための手段と考えた方がいいやろね。輝く輪、ゴスペル、結社による実験どうやら全てがつながってきたみたいだね。そしてその絵を描いているのが教授と呼ばれる人物なわけか。うん、そうね。竜の額にゴスペルを埋め込んで、ボース各地を襲わせた張本人。そしてお姉ちゃん、なんや、どうしたん？うん、その教授なんだけど、ヨシアがいなくなった原因を作った人物じゃないかと思うの。え、それって5年前あの子が先生に引き取られることになった原因を作った黒幕ね。うん、それからリシャール大佐やクルツさんたちの記憶を操作した人物とも同じだと思う。何？うん、確かに記憶操作の一件は未だ解明されていないが、どうしてそう思ったんだ？うん、あのね、そんなことが。お前今まで抱えてやがったのか。そういうわけじゃないけど、ごめん、話すのが遅れたかも。でも間違いなさそうですね。その人が様々な事件の元凶である可能性は高いと思います。うん、かなりえぐい性格をした人物のようだね。ああ、注意する必要がありそうだぜ。あっと、ごめんティータ、せっかく遊びに来たのに嫌な話をしちゃったわね。ううん、気にしないでお姉ちゃん。ただどうしてその人はそんなことができるのかなって、みんなに嫌な思いをさせて、ヨシアお兄ちゃんを苦しめて、私わからなくって。もうそんな歪んだやつのことなんか分かってあげる必要ないってば。ティータはティータらしくが一番ね、アガット。だからなんで俺に振りやがるんだいいオチがついたわねん、どうしたのケビンさん。いや、なんでもないで。とりあえず情報交換はこの辺りにしとこうか。せっかくの料理が冷めてしもたらもったいないし。うん、それもそうねそういうことなら話は早い。思う存分シチ肉輪を楽しむとしようじゃないか。あら、本当にいいの？ごめんなさい、無礼講くらいで許してください。
There she is! Catherine! Ah! 遊んだ遊んだ。心身ともにリフレッシュできましたね。いやー、お酒も飲まずに楽しめたのは久しぶりだわ。とか言っちゃって、私たちが釣りをしてる間、果実酒とか飲んでなかった？あら、あんな軽いの酒のうちに入らないわよね。え、姫様、ティータちゃん。コメントは控えておきますね。それにしてもエステルさんって釣りが本当にお上手なんですね。そうかな。うん、次々と釣っちゃうんだもん。小さい頃からのこの子の趣味だからね。そういえばケビンさんも好調だったわね。あ、うん、結構好きみたい。ロッドさばきとかもなかなかどうに言ってたし、もう少し腕を磨けば私のいいライバルになれるかもしれないわね。まったく、もうすぐ調子に乗るんだから。それにしてももうすっかり夕方ですね。あ、お姉ちゃんどうしたの？あ、私ちょっと外で散歩してくるね。夕食までには戻るから。そっか、遅くなったらあんたの分は山分けにさせてもらうわよ。分かってますって。それじゃまた後でね。あ、シラさん、あの、大丈夫よティータちゃん、できれば今はそっとしておいてあげて。もしかしてヨシアさんのことですか？あ、よくわかったわね。そういえばあの時もこんな風に夕日が綺麗だったわね。私たちはもう少しここでお茶を飲んでるね。それじゃあ姉ちゃん、また晩ご飯の時に。夕前のバレリア湖はさぞかし美しいでしょうね。私も後でテラスに出てみようかしら。夕前の私も。今日も見事な夕焼けね。夕食までは時間もあるし、ゆっくり散歩してらっしゃい。よ、エステル、なんだよ、また散歩か？うん、そんなとこ。そういうアガットたちは？ちびちびやりながら世間話なんぞしてるところさ。ま、のんびり過ごさせてもらってるぜ。一応はそのためにここに来たわけだからな。そうそう、たまには心身を休めないと。一日ぐらい仕事のことを忘れても罰は当たらないわよ。違いね。じゃまた後でな。たまにはこうやって。ま、おら、エステルちゃん、もうお茶の時間はおしまい？ううん、知らねえたちはまだ部屋でくつろいでるけど。ちょっと湖でも見てこようかと思ってね。うん、そっか。うん、暗くなる前に戻ってくるんやで。また釣りにでも行くのか？熱中しすぎて晩飯の時間に遅れるなよ。やあ、ごきげんよう、エステル君。上質な酒に新鮮なつまみ、いやはや優雅な夕暮れのひとときさ。これで美人のお酌さえあれば言うことがないんだがね。ま、それは晩餐後の楽しみとさせてもらおうか。
ほんと綺麗な夕焼けね。あの時と同じだわ。空も水も夕焼けもあの時と同じなのに、みんなと一緒にいてすごく楽しいのに。やっぱり全然違うよね。ああ、ダメだな。自分のペースで追いかけるってせっかく答えを出したのに。これじゃヨシアにもお母さんにも笑われちゃうよね。そうね、夢の中で一度だけ間違わずに吹けたし、また練習してみようかな。いいもん聞かせてもらったわ。ケビンさん、しかし誰が吹いとるのかと思って来てみれば、まさかエステルちゃんだとは思えへんかったわ。釣りとスニーカー集め以外にも意外な趣味を持ってるんやな。私のキャラじゃないかな。いや、そんなことないで。まあ正直釣りの方が得意そうみたいやけど。正直に下手って言っちゃっていいわよ。自分でもあんまり向いてるとは思ってないし。確かに拙いところもあったけど、音楽で大事なのはハートや。さっきの演奏、エステルちゃんの気持ちはバッチリ伝わってきたで。そっか。隣行ってもええか？どうぞ。一つ聞きたいんやけど、エステルちゃん彼氏に会ってどないするんや？聞けばそれなりの事情で君らの前から姿を消したそうやな。再会できてもそんな相手にどんな言葉がかけられるのか。考えたことあるかな？ひっぱたいても連れ戻すって思い込んだこともあるけど、さすがにそんな無茶が本当にできるとも思えないし、正直言うと私の言葉はヨシアに届かないかもしれない。それが分かっていても彼氏を追い続けるんやね。ヨシアの背負った事情とか私自身の至らなさとか、いろいろなことを考えたんだけど、結局いくら考えてもヨシアに何て言ったらいいか思いつかなかったの。だからその言葉は会ってから見つけることにする。だって私の思いは私だけのものじゃないから。ヨシアと一緒にいる間に自然と育ってきたものだから。だからヨシアに会えたら初めてそれは浮かんでくると思う。私だけが伝えられるヨシアへの言葉を。だから会えないうちからうじうじ悩むのはやめにしたの。さっきみたいに感傷に浸ることはあるけど、それは乙女の特権ということで。はあ、参ったな。
こっちの考えてた段取りがめちゃくちゃやんか。え？1、感傷に浸るエステルちゃん。2、俺の鋭いツッコミに戸惑い悩むエステルちゃん。3、俺からのナイスフォロー。ナイスフォロー。4、エステルちゃん立ち直る。俺の株赤丸急上昇。ってな、必勝の段取りを用意して挑んだんやけど、2、3をいきなりすっ飛ばされてしもたわ。ごめんごめん。でもケビンさんって結構立派な神父さんよね。私みたいに悩んだり困ったりしている人をいつも気にかけてくれるし。ガク。まあ確かにそれも神父のお仕事なんやけど、エステルちゃんには半分以上プライベートな理由で気にかけてるんやけどな。え？それってどう？ちょっと待った。ん？どうしたの？いきなり。いや、向こうの方からボートが来とるんやけど、なんかその上で。え？え、ああ？What's going on? Acute 治療はしたけど、かなりの怪我を負っとるな。しばらく動かさん方がええやろ。そっか。まさかクルツのやつがここまでやられるとはな。一体何があったんだ。確かクルツさんのチームは、もう少しで結社の拠点を突き止められるって話だったよね。ということはハネラスさんやカルナさんも一緒だったはず。あ、まずいな。一応宿の通信機でルグランジーさんに連絡したわ。すぐに各地のギルドと王国軍にも連絡が行くはずよ。でも下手をしたらアネラスさんたちが。ええ、分かってる。俺たちもできる限りのことをやっといた方がいいだろう。問題はクルツを乗せたボートがどこから流れてきたかだが。うん、確かバレリア湖には島や岩場はなかったはずだね。はい、水深が深いので。ならば湖岸のどこかから流れてきたのは間違いない。その場所を特定するのはなかなか厄介そうだが。うん、かなり大きな湖だもんね。軍の警備艇にも捜索を頼めるといいんだけど。ここはエステル君、それにアガットたちも。ここはボース地方南部、湖畔の川瀬みてえだ。あんたボートに乗ってここまで流れてきたんだぜ。そうか。確か他のメンバーたちと結社の拠点に乗り込んで、それで。クルツさん、まさか。なんてことだ。一度ならず二度までも記憶を奪われてしまうとは。やっぱりどうやら教授とやらに記憶を封じられたみたいだね。頼む、ジンさん。以前やってもらったように気を自分に当ててくれ。このままではグラッツたちが。あれはあくまで対処療法に過ぎんからな。暗示によって封印された肝心の記憶は蘇らないはずだ。それに今の傷ついたあんたには負担が重すぎる。だがそれやったら俺が何とかしてみますわ。え？君は七王教会の聖杯騎士アネラスちゃんから話は聞いてへんですかね。おお、君が。でもケビンさん、暗示の解除なんてできるの？まあ真相真理にまで食い込んだ一時的に封じられた記憶ならなんとかなると思うで。まだかけられてから時間も経ってへんみたいやし。そうなんだ。ふん、教会に伝えられるという門外不出の法術ということかな。まあそんなところですわ。多少精神的なダメージを食らうかもしれへんですけど、それでも構わへんですか？
問題ない。承知。空の女神の名において性別されし七王。四季の吟遊、時の黒曜、その総国をもってかの者に打ち込まれし楔、ここに抜き取らん。大丈夫、クルツさん。霧が晴れたようにいろいろと思い出してきた。霧が晴れるのに任せてゆっくり心を落ち着けてください。その向こうにある暗闇は覗き込んだりせえへんように。ああ、わかった。精神的なダメージというのがどういうものかわかったよ。あれは私のエゴというわけか。あら、わかります。これでも瞑想などをたしなむ方なのでね。もう大丈夫。必要な情報は思い出せた。本当？見事な術だ。ただの不良神父じゃなかったみてえだな。よくやってくれたわね。どういたしまして。それでクルツさん、必要な情報っちゅうのは？ああ、結社の拠点はバレリア湖北西の湖岸。そこに彼らの研究施設が秘密裏に建造されていた。研究施設？そんなものをいつの間に。バレリア湖北西といえば人里離れた場所ですけど。それでも警備艇による捜索が行われているはずですが。奴らは特殊な方法で施設を隠しているようでした。上空にダミー映像を展開して空からの捜索を防ぐような。なんですって。そりゃまたとんでもない技術のようだね。原理的には可能だけど。そして地上に関しては接近すると周囲に濃霧が発生するようにしているらしい。霧？ローレントの事件を思い出すな。我々のチームは霧を抜けて研究施設に潜入したんだが、執行者と名乗る手だれたちの待ち伏せにあった。完全に隙をつかれて我々は総崩れとなってしまい、ボートにたどり着いたところで私は気を失ってしまった。仲間を残して自分だけ逃げ延びることになるとは。クルツさん、安心して。アネラスさんたちは絶対に助け出してみせるから。エステル君。そこまで分かってるならいくらでもやりようはあるだろう。そうね、軍の支援も期待できそうだし。あとは俺たちに任せておきな。ありがたい。すまない、よろしく頼む。大丈夫、気を失っただけや。しかし一刻の猶予もないみたいやね。王国軍が動く前に私たちも動かなくちゃ。エステル、言わなくても分かってると思うけど。分かってる。今までの任務とは桁違いに危険ってことよね。でも
いずれこういう形で結社とは対決することは覚悟していたし、それが早まっただけだと思う。エステル短い休暇だったわね十分だろ。せいぜい腹をくくるとしようぜ。だが全員で乗り込んだらかえって目立ってしまうだけだ。ここは数を絞るべきだろう。うん、そうね。ねえみんな、あの時みたいに私が選んでもいいかな。あの時というと封印区画の探索のことね。ああ、それで構わんだろう。まあ俺を選ばなくても恨みっこなしにしてやるぜ僕は選んでくれると確信しているけどね。回復薬が必要ならぜひ連れて行ってください。あ、私も機械のこととかきっとお役に立てると思う。みんなあー、水差して悪いんやけど、まずは俺をメンバーに選んでもらえへんかな。どうやらアネラスちゃんたちは結社の手に落ちたみたいや。助けた時さっきみたいな術をかけられていたらどないする？あ、なるほど、道理だな。仕方ね、お前はメンバー確定だあー気に。もうお礼を言うのはこっちの方だってば。それじゃあ残りのメンバーを選ぶわね。I think, but he's pretty underleveled. Ebony Shores. Give Olivia the Ebony Shores. Defense. Oh, I need to upgrade his stuff too. Okay, let's go and upgrade his shit. Are we gonna be able to go into town to upgrade his shit or not?静かね。
そろそろ向こう岸が見えてもおかしくないけど。方向は合ってるはずよ。焦らないでこのまま進みましょう。はあ、それにしてもお月様が綺麗やね。こういう夜は本当なら彼女を連れてデートでもしたいところや。またのんきなことを。でもケビンさんってちゃんと彼女いるんだ。ふん、これでも大陸各地の町に一人ずつ恋人候補がおってな。候補ってことは要するにフリーなわけね。ガク、もう少し引っ張らせてや。あらら。まだまだ修行不足のようだね。でもケビンさんってどうして一人で行動してるの？聖杯騎士団ってそんなに人手不足なんだ。ま、今回の件についてはいろいろと事情があってな。結果的に俺一人が派遣されたんやけど、状況次第では他の連中もこっちに来るかもしれへん。そうなんだ。聖杯騎士団ってアーティファクトの回収がお仕事だとか言ってたよね。正確には調査管理回収やね。そのうち回収に関しては主に個人所有の物に関してや。稼働するアーティファクトを個人が勝手に所有することは教会によって禁じられてるからな。でもどうして取り締まる必要があるわけ？アーティファクトの種類はいろいろなものがあるんやけど、それがどのような原理で作動するのか誰にも分からへん。そのくせ使い方次第ではとてつもない力を発揮してしまう。そんな代物を個人が持った時どういうことが起こりがちやと思う？どうなっちゃうのかしら。大抵の場合見入られてしまう。力の誘惑に逆らえずにろくでもないことに使うんや。それって本当？残念ながら歴史的にも証明されとる事実でな。エステルちゃんたちもダルモア市長は知っとるやろ。ああ、確かにあの時の市長はやたらと残酷な感じだったわね。操られた空賊のボスと違って素で歯止めがなくなったような。絶対的な力を所有することは人に歪んだ自信を与え自制心をなくさせてしまう。それを未然に防ぐというのも聖杯騎士団の使命でな。ま、綺麗事ばかりやないけど。そうなの？教会にもいろいろとあるということだろう。場合によってはアーティファクトの個人所有も許されているそうじゃないか。よく知ってますな。まあその件に関してはノーコメントにさせてもらいます。守秘義務ってやつですわ。当然だろうね。なんか怪しいわね。あ、どうやら敵の拠点に近づいてきたみたいね。ならこのまままっすぐ進んでいくしかなさそうや。うん、待ち伏せの可能性もあるから気を引き締めていきましょう。
抜けたみたいやね。よし、到着ね。とりあえずこの辺りには人の気配はなさそうだけど。油断は禁物や。とにかく上の建物を慎重に調べるしかないやろ。それに相手が相手よ。危険だと思ったら迷わずここまで撤退するわよ。うん、そうね。I guess I can't upgrade his stuff. That's annoying. So HP 3, I guess.Defense 2, I guess. And poison.Attacks do I have access to? Stone impact. That kind of sucks. Haze. Fucking mind. I just need Death Scream, honestly, so... We'll go Mind Cast and... Poison, I guess? Or Death Blow? Maybe Death Blow. なんとも懈怠な場所に出たもんやな。うん、人の気配はなさそうね。こいつらオーバーマペット。そこや。 Oh, he doesn't do any damage. No, he starts death screaming.Maybe you can just pop them easy. びっくりした。でもこれって結社の人形兵器ってこと？ああ、アーレンベルクに現れたのと同じ現代の動力技術で作られたやつや。うん、しかし妙だね。あれだけ騒いだのに人が集まる気配すらない。確かに。アネラスさんたち本当にここに捕まってるのかな。多分こいつらは自動巡回中の人形兵器やろ。とにかく他のエリアも調べてみるしかなさそうやね。
possible. Steel music. Ooh, Crescent Buster, I guess. Paint, sleep, see me. The extra arts is nice. I'm gonna spam my death screen for more damage. よかった無事だったんだクルツさんに事情を聞いて私たちも来たんだけど待ったよまさかまずいねScream. さすがにかなり手強かったわね。まいったわね。ま、さてと。悪い。迷惑をかけたみたいだな。グラッツさん。どうやら状況は分かってるみたいね。ああ、顔は思い出せないが、何者かに意識を奪われて、ここで新たな侵入者を撃退するよう命じられたんだ。例の教授ね。アネラスさんとカルナさんがどこにいるか知ってる？いや、別々に捕まったからな。多分俺と同じようにどこかに捕まってるはずだが。ほら肩を貸して。崖の下にボートがあるからそこまで案内するわ。大丈夫だ。建物の構造は分かっているから一人でも脱出できる。
これ以上お前たちの足を引っ張りたくはねえしな。代わりと言っちゃなんだが、カルナとアネラスを頼むぞ。グラッツさん、うん、任せといて。大丈夫かな。今はあの兄さんを信じて先に進むしかないで、あと二人残っとんのやろ。うん、急ぐ必要がありそうね。God, Jesus Christ, what's fucking bullshit? Oh my God, that was annoying. Oh!やるしかないわね。I don't think it KOs, but probably faster than the damage or something.
すみ、子猫ちゃんたち。Nice and easy。さすがに苦戦させられたかも。よし、俺の出番やな。あんたたち、こんなところまでよく来てくれたね。カルナさん、大丈夫？ああ、大丈夫さ。それよりも、他の連中は見つけたかい？さっきグラッツを解放したばかりだわ。アネラスはまだだけど。そうかい。例の執行者どもには出くわさなかったのかい？うん。人形とは何体も戦っているけど、そもそも人の気配が全然ないみたいなのよ。妙だね。他にも兵士や研究員が何十人もいたはずなんだが、もしかしたらもう引き払った後かもしれない。なるほど、その可能性は高いかも。私はなんとか一人で脱出できる。アネラスのこと、うん、任せて。Of course the lights aren't on. The blue key. Nothing works. Beautiful. Agility? That's insane. Holy shit. Whoa, what the fuck? あの時の機械獣。はあ。確かに城の地下にあったのと同じタイプやね。どうしてこんなものがここに？っていうか、あんな化け物がどうして2体もいるわけ？それはわからないが、どうやら予想以上に大変な施設だったようだね。これってもしかして？これは
野生狼が使っていた杭と同じもののようね。あの装置はここで作ってたんだ。まさかこんなもんが。どうやら間違いないよ。新型ゴス。やっぱりアネラスさんも。とりあえず一旦抑えるしかないで。負けないようね。そっか。よし、起こすとするか。エステルちゃん先輩、それにケビンさんも助けに来てくれてどうもありがとね。アネラスさん、体の方は大丈夫？バッチリだよ。それよりもカルナさんたちは？大丈夫、全員解放したわ。あんたで最後ってわけ。そうなんですか。ごめんね、エステルちゃん。せっかく一緒に戦おうって約束したのに。ううん、気にしないで。アネラスさんたちのおかげでここの場所だって分かったんだし。あんたたちは十分。あとは私たちに任せなさい。エステルちゃん、シェラ先輩。そうだエステルちゃん、私伝えなくちゃいけないことがあったんだ。え？何？あのね、逃げている最中にヨシア君を見かけたの。え？私が兵士に追い詰められた時、いきなり現れて包囲を崩してくれて、見覚えのある服と黒髪だったから。エステルちゃん？それでアネラスさん、ヨシアはどこに行ったの？わからない。私もその場は逃れたけど、結局は捕まっちゃったから。でもひょっとしたら屋上に向かったのかもしれない。屋上？この建物、屋上に飛行艇の発着場があるみたいなの。ここにいた兵士と研究員はそっちに向かったみたいで。そっか。アネアスちゃん、一人で脱出できるか？うん、大丈夫です。この先もまだ何かあるかもしれない。みんなくれぐれも気をつけてね。まさかヨシュア君がここに来とったとはな。とにかく屋上を目指すとするか。うん。
personality is very cool and nice. Door bezels are annoying, so... It's in here. So it's the robot. What do I do with it? Nothing, I guess? Okay. Thank you.